こんにちはガッツパー水垣です本日はアドレスの取り方についてご説明をさせていただきます皆さんは普段練習場でアドレスをチェックされていますでしょうかアドレスというのはゴルフのスイングにおいてスタート地点になりますそのスタート地点が間違ってしまうとその先のスイングというのは正しい動きをしづらくなってしまいますですので本日ご紹介する 正しいアドレスの取り方を今一度自分のアドレスをチェックしてみてくださいそれでは正面からのチェックポイントをご説明します正面からはまず左右の体重配分です左右の体重配分は基本的には左右均等にかけます場合によってはボールを低く 打ち出したときやあるいはグリーン周りで左足に重心をかけたまま軸を安定させたい場合などは左にかける場合もありますしドライバーショットあるいはグリーン周りでボールを高く上げるロブショットなどは少し右にかける場合もありますですが基本的には左右均等にかけるようにしてください続きまして手元の位置です 手元の位置はこのグリップエンドが左の腿の内側を指すように構えますこれがグリップが左に外れたりあるいは右に外れたりしないようにちょうど体のセンターから少し左に外れる左の腿の内側を指すように構えるようにしてください最後に頭の位置です頭の位置というのはこの骨盤の ちょうどセンターに来るように構えます。これがボールを上から叩こうとしてこのように左から覗き込んだりあるいはボールを上げようとして右から覗き込んだりしないようにこのちょうど骨盤のセンターに来るようにまっすぐ構えるようにします。続きまして後方からのチェックポイントです。 後方からはまずは前傾姿勢の取り方です前傾姿勢の取り方はこのように気をつけをした状態から足の付け根を支点に体を前に倒していきますちょうどお尻をするような形ですこれがこのように猫背になってしまったりあるいは良い姿勢を取ろうとしすぎて 胸を張りすぎてしまうそうすると、えー、背骨が反ってしまいまいすこのような形にならないように気をつけをした状態から自然に前にに倒すようにしてください、えー、ここでよく、えー、ご質問を受けるのですがどのぐらい前傾姿勢を取ればよいかという点なのですがこれは前傾姿勢の取り方が安定していない方は是非 参考にしてみてくださいまずグリップがおへそを刺す高さでクラブをこのように水平に構えますこの手元の角度をキープしたまま先ほどの前傾姿勢を取っていきますそしてクラブが地面についたところで構えますそうするとこの前傾姿勢と ボールとの距離感というのが決まってきますそしてちょうどこの時に重心というのは母子球にかかるような形になりますこのようにお尻を落として構えたりしないように母子球にかかったところで構えるようにしてください手元の位置も後方から見るとこれは8番アイアンなのですがちょうど肩の真下に来るような形になりますこれが クラブがが長長ければ長いほどやや肩よよりりも少し手元が先にに出るような形にな形ますですが基本的にはアイアンの場合はこのように肩の真下に来ることが多くなりますそして最後に体の向きについてです体の向きというのはチェックポイントが3つあります1つが両肩の向き 2つ目がこの両ももの向きそして最後にスタンスの向きいわゆる足の向きですねこの3つがこのボールが飛んでいくターゲットのラインに対して平行になるように構えます例えばこのように体が左を向いて構えてしまうとクラブの軌道というのはアウトサイドインの軌道になりやすくなります そうするとボールが左へ飛んだりスライスボールになったりします逆に右を向いた構えになるとクラブの軌道がインサイドアウトになりボールは右に飛び出したりあるいは大きくフックボールになったりしますですので基本的にはこのターゲットのラインに対してまっすぐ構えるようにしてくださいそして スタンスの向きなんですがこれは左を向いた方がフォローが取りやすかったりあるいは少し右を向けるように構えた方がフォロースルーで左の足が踏ん張りやすかったりします。そののような状況でではは少し変えてああげるる必要があるのですがす基本的には ターゲットのラインに対してまっすぐ構えるようにしましょういかがだったでしょうかこのように正しいアドレスを取れるとその次のスイングというのも良い動きをしやすくなります逆に悪いアドレスになるとスイングの動きも悪くなりやすくなりますですので皆さんも一度練習場やご自宅で鏡を使って 自分のアドレスをチェックしてみてくださいこの正しいアドレスが皆さんの良いスイングに繋がることを期待しております本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回もこの動画でお会いしましょう